YouTube ご覧の皆さん、こんにちは、西田裕二です。今回、試合前に食べる料理をですね、あげたいと思いますので、ちょっと今食材がないので、ね、ちょっと買っていきたいと思います。ではお待ちを。素晴らしい栄養バランスが取れるので、まあ、トマト苦手なんで、ね、ブロッコリーでいつもここは対応します。眩しいいい天気だ。はい、では料理をスタートしていきたいと思います。ブロッコリー、人参、玉ねぎ、若鶏のささみ。なんか食材のこだわりとかってあるんですか？食材のこだわりはね、僕はまあ栄養バランスっていう形でいつもやっているので、ブロッコリーと人参、これは毎日欠かさず。毎日食べてるんですね。毎日ですね、ほとんどこれぐらいの大きさで。いつも結構でかいですね。そうです。で、ブロッコリーはまあ僕聞いた話で、これが本当なのか嘘なのか分かんないですけど、あの5分以上茹でると栄養分ほとんど飛んでいっちゃうんで、電子レンジで、あのなんだ、ジップロックじゃないですけど、そういうパックあるじゃないですか、うん、あれで入れて水でちょっとつけて、で電子レンジで火を通して。意外と料理テクニックが、いやそうっすよ、ありますね。なんか栄養満点って言ったらブロッコリーと人参とトマトじゃないですか、うん、その部類で栄養をマックスに取るんであればっていうところで、ブロッコリーと人参を一緒にやっていきたいんですけど、まあとりあえずブロッコリーをね、この中入れて、いつも水で洗うんですけど、こうやってね水入れて、まあちょっとこうやって水切ったぐらいでね、やっていただいて、で、これを切ってるんだ。ちょっとブロッコリー大きい、切りすぎだはい、で、これでまあ僕は1分ぐらい。何ワットで？うわ、何ワット？まあ500ぐらいで、はい。で、人参ちょっと1人で1本食うとあれなんで、半分に切っていただいて、皮を剥いて、これぐらいで。一口サイズって感じですね。そうですね、まあ、火が取りやすいぐらい。はい、まあこれぐらいですね。で、これも一緒にこの中入れていただいて、まあこれで水洗いは、人参は水分多いんで大丈夫です。で、これでブロッコリーと変えて、で、これもまあ1分ぐらいで、はい、はい、もうこうやってまあ言ったら温野菜みたいな感じにね、もうブロッコリーできちゃうんで、簡単に。で、次玉ねぎを切りたいと思います。やっぱアスリートの方って自炊はやっぱする方多いんですか？いや、多いと思いますよ、僕は。そう、僕これ特技だと思うんですけど、目痛くならないんですよ、玉ねぎ切って。すごいですね本当に。まあこれで大元の食材できたんで、まあ火をね、温めてやっていただいて、で、まあこれで人参もできたんで、はい、こんな感じで。で、こいつを切りたいと思います。でね、まあ皆さんね、筋取ると思うんですけど、ここに筋入ってるんですけど、まあ、僕肉はもう全部食うタイプなんで、筋取らないです。全てを食す、全て食します。まあこうやってね、一口サイズに切っていただいて、これぐらいで、で、これを3本切ります。はい、これで切り終わりました、とりあえず。で、まあ適量の油を、まあ、これぐらいで、で、この中に全部玉ねぎを入れていただいて、よいしょ。で、まあこれよく言う、何ですか、半透明になるまでぐらいまでやっていただければ大丈夫かなと思います。で、人参とブロッコリーは肉に火が通った後に入れます。で、それは一体何ですか？生姜ですね。まあ冬になるんで、ちょっとだんだんと体が冷えてくる状態になったので、まあ免疫力っていうのかな、体をあんまり冷やさないように、生姜とかでちょっと体を温めながら、まあ、風味もいいですし、さっぱりするんで。次、肉を入れていきます。時間のこのやり方ってどっかで習ったんですか？いや、習ったっていうか、いや、親が言ってて。あ、
親御さんが教えてもらったやり方 で親がなんかやっぱそういうのはいいよっていう、時間かかると面倒くさいしみたいな、やっぱ親も忙しかったので、この時短っていうところですごい考えてた部分もあったので、時短かけずに美味しくて栄養が取れるもの、そうっす、手際がいいですね。すごいっすよね、フライパンもこんなとこに、あのチャーハンとかでよく試すんですけど、やったらやって上に浮いてさ、ここら辺落ちてくるんですよ、ね、はい、ここで醤油入れます。まあこの食材全部に軽くかかるぐらいでいいです。目分量です、ね、目分量です、もう男なので目分量です。こんな状態になってきたら、こんな状態になってきたら僕はみりんと酒を入れます。まあこれはもうみりんと酒はちょっとでいいです。はい、これです。お酒もこれ目分量ですね。目分量です。気分です、気分。結構ね、僕味付けするとき薄いんですよ。確かにそんなに入れてないですもんね。はい。確かに言うとちょっと飽きちゃうんですよね。で、これで生姜。生姜はね、目分量ですね、これぐらいで。3プッシュ。3プッシュぐらい。まあ、2センチぐらいを3プッシュぐらい。はい。やっていただければ。で、ここで、さっき炒めた、この、ブロッコリーと人参をね、レンジでチンして、はい、レンジでチン、レンチンです、これは入れていただいて、で僕はあのブロッコリーと人参の味が好きなんで、あんまり味付けしたくないんですよね。はい、ある程度ね、ちょっと立ってきたら、この状態で僕がいつも使ってるマジックソルト、これ入れればもう何でも美味しいですから。これちょっとね、さっきより多めに入れて、ちょっと出ないですね。もうすぐ完成です。簡単でしょ、男飯ですよ、これがもう簡単な。はい、完成です。じゃ名付けるならば、時短満腹栄養満点炒め飯ね、投げっすね。はい、ってことでいただきます。じゃあね、このブロッコリーからいただきたいと思います。うん、やっぱちっちゃいやつ味付いてるですね、ちゃんと。出来栄えはどうですか、今日の。いや、目分量にしてはうまくいってますよ。お子様とかにも全然食べれそうですよね、うん、これからインフルエンザも流行ってくる時期なので、やっぱ免疫力高めるためにこういうのも取ってやったりだとか、まあ、あとフルーツのビタミン C だったりとかビタミン D だったりだとか、そういう部分も取っていけば強い体は自然と作れるので、やっぱちっちゃい子たちも子供の時からそういった栄養素気にしながら、うん、そうですね。もうやっぱ、ああ、でもちっちゃい時は好きなもの食べたくないですか。僕もちっちゃい時好きなものばっか食べてたので。でもご自宅で出てた部分もあるんですよね、こういった料理が。いや、こういう料理出てないです。まあ僕が高校生になって、まあバレーボールでちゃんとやっていくってなった時に、もうこういう鶏肉とかをね、すごい使うようになって、だからそういうタンパク質とかいうのもすごいバランス取りやすいですし、やっぱそういう栄養についても勉強して、だいぶ勉強しましたね。まあその代表に行った時にも栄養講習とかも何回もさせていただいてるので、まあ、そこで学んだことを今ここで活かしてますね。ごちそうさまでした。いやー、だいぶ時間も短くね、こういう料理ができるので、皆さんもぜひ真似してください。で、この中でね、やっぱ栄養バランスもすごい考えてやれていると思いますし、まあもっとこうしたらいいなっていうのはまたコメントで言っていただけたらと思います。この動画がもし良かったなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではバイバイ。まあいつもね、一人なんでね、こうやって皿洗いしないといけないんですよ。もし相手がいたらね、こんなことどう、こんなことって言ったらダメだ、やらないとダメだな。普通なんだな、やっぱり男の人がこういうのをやるのも。美味しかったっすか。うまかったっす。それが一番嬉しいっす。マジでうまかったっす。あの、女性の気持ちがわかるっす。あ、美味しいと言ってもらったら嬉しいが。そうやはりわかるっす。やっぱりいつもが当たり前じゃなかったからね。そんなんだけで。昨日出すね。いつもが当たり前じゃない。ガーンみたいな画面出てね、文字が。なんかやっぱ綺麗にしておきたいっすよね。ある程度自分が住む家なんで。